っぱりひどいんですか。あ、その被害ですか。被害が、まあ、私たちが聞いてるのはその JR の関係の被害ですけど、はい、まあ、特にひどかったのはやっぱり踏切がもう川のようにずっと流れてたっていうのは。ああ、そうなんですか。テレビでもずっとそこをやってる。まあ、ようやくそうですね、明日から、はい、っていうことなんで。イコカで来たんですけど。あ、イコカで降りられたんですね。はい、そしたらまたバス別生産になりますので。あ、はい、わ、はい、かりました。